夏はビール飲みたいよねみたいなだったり、あのゲーム配信者さんにめちゃくちゃハマって、あ、そうなんですか。自分のファンが許してくれるんですよ。自分が好きだったものになんかちょっとずつ関わってるみたいな、ね、うん、はい、そうですよね。ちょっと1時間空きましたので、はい、お話ししていけたらなと、はい、出ます思います。ということで本日のゲストは角本明日香さんです。はい、角本明日香です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, お願いします。ありがとうございます、来ていただいて、はい、お久しぶりですよね。そうですね、もうめちゃくちゃ久しぶりなような気がします。久しぶりって言いながら具体的な年数がまるで出てこないので申し訳ないですけど確か温泉さんのイベントでものすごく人数がいるとき、ね、あれはなんか、ね、もう間違いなくその、はい、ご時世前ですから。そうですね、はい、演者も多かったしお客さんも多かったイメージ。ご時世前の祭りの時か、うん、温泉祭りかな、そうですね、の時に楽屋でご挨拶させていただいたぐらいっていう、はい、だからもう4年前とかですかねぐらいになります。だからその時もなんていうんですか、はい、じゃあがっぷりね四つで喋るっていう感じでもなかったじゃないですか、うん、そうですね、はい、だからまあ別に普通にっていう感じで、だから今回喋るっていう意味じゃ初ぐらいの感じになりますから、はい、はい、だからまあまあそうだ、角本さんがその、はい、まああのお酒よく飲まれてるとかのイメージはあるんですけど、はい、そうですね、はい、え、お酒はやっぱあれなんですか、その、うん、種類的にこれが好きだっていうのがあるんですか。なんかシーズンによってとか気分によって変わるはあるんですけど、確実にお酒好きな人のシーズンによってって入るとね、シーズンによってというか、なんかやっぱりその分かりやすく夏はビール飲みたいよねみたいなだったり、はい、冬の寒い時期はやっぱ炭酸とかよりは、うん、そのあったかいのってなってくるとで、はい、ですごく日本酒が実は好きなんですけど、はい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 、日本酒も冷やか、塗るぐらいがいいから、うん、冬になってくると焼酎のお湯割りになるっていう。あ、なるほど、そうか、熱燗まではいかないけれどぐらいの感じですか。そうなんですよね、とか、はいはい、なんか食べるそのものによって、うん、例えばなんか馬刺し出てきました、はい、ニンニクです生姜ですってなったら、うん、まあ芋行くかってなったりとか今ちょっと、はい、聞き酒師の人と喋ってるよ。いや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 本当にそうですよね、当然好きなもんって食べ物に合わせるから。そうそうなんです、はいはい、だからこれといって一番好きなのどれってじゃあ聞かれた時に結構難しくって、はい、味として好きなのはきっと多分なんかビール、うん、日本酒、はい、になってくるかとは思います、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、でもまあじゃあ基本やっぱ全般ですよね、まあそのトップがあれど味のね、甘いものだけただ苦手かな、甘いものあそのカクテルみたいなものとかは、はい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 、なんかもうカクテルを飲みに行くぞっていう気分じゃないと、うん、なかなか手が出ない。なるほど、うん、急に、はい、4杯目にファジーネーブルみたいなことはならないってことですよ。カットはない、はい、もうそれだったらジュース飲みたいってなる。あ、お酒じゃなくてもいいんじゃないかっていうことですね、うん、でもなんかそれに関しても、はい、例えばなんかこうテーマパークに行きました、はい、でなんか有名なこうラウンジバーがあります、はい、みたいになるとちょっとなんか人系のやつとか、なるほどなるほど、ラム系のやつとかおしゃれに飲んでみるみたいな、はいはい、シチュエーションが結構大事かもです。そっか、だからお酒、うん、さっきもね、うん、その合わせる食べ物もそうだし、うん、そのシチュエーションによっては全然そこに合うお酒も全然飲むよってことですよね、うん、そうなんですよね。だから割とこのお酒が好きですみたいなことを比較的前に出して、はい、声優活動をしている身として、はいはいはい、なんかこうリスナーの方だとかファンの方から、はい、今度20歳になります、はい、おすすめ初心者におすすめのお酒はって聞かれた時にもうほろ酔いとしかほろ酔いとしかっていう、まあまあまあ、ほろ酔いってめちゃくちゃ美味しいですからね。そう、やっぱりその単純にアルコール度数が少ないお酒をまずどうにかおすすめをしなくてはならないっていう、はい、うんうん、私のようにはならないでほしいのような、いやいやいや、それは別になんかそんな気持ちを持って、なるほどなるほど、はい、とりあえずサントリーさんありがとうってなりながらほろ酔いをおすすめしているだけの。でもやっぱその、はい、今の聞くだけでやっぱめちゃくちゃお好きなのも分かりますし、はい、ハマったら結構とことんまでっていうタイプですか。そうですね、なんか分かりやすくそのよくそのハマり方にも、はい、なんか熱しやすく冷めやすいだとか、はい、いろんなパターンあると思うんですけど、1個のものにしかハマれない。え、
ですよね。あ、シングルタスクっていう感じですか。そう、はい、なんか熱が一つのものにしか続かないから、うんうん、はい、例えばなんか作品漫画とかが好きになったとしても、はい、週刊連載みたいな形で追っていくのが難しいんですよね。はいはいはい、1週間待たなくちゃいけないじゃないですか。そうですね。とかそのコミックスが出るまで6ヶ月待つだとか、うん、はい、そういうことができない、うん、その1個のものでなるだけ日常を埋めていきたいから、はい、結局その例えばなんかもう最初から50話ぐらいまでで完結してるってなったらすごく 手をつけやすいっていう感じ。はいはいはい、完結したものは、ね、まあ、うん、だからそれを、まあ、例えば1日1話なのか分かんないですけど、うん、それで50日かけて楽しむみたいなことですか。はい、そうですね、まあ、あの全然1日10何話見ちゃったりするんですけど、 ある限りはね、はいはい、摂取したくなっちゃうっていう感じはありますね。はいはい、あ、なるほど。だから本当に例えばものすごいこの時期は FGO にハマっていたって、しかも FGO って何章もいくつかある中の、うん、一部7章にハマっているってなった時に、はい、その中その、まあ、キャラクターで出てくるだとか、うん、その時代じゃないですか、はい、その時代背景のなんかそういう本を読んだりだとか、あ、そういう派生してもっと掘りたくなるってことですね。そうですね、はいはいはい、だったり、まあ、二次創作の方になるだけ、はい、きっとたくさん私と同じ気持ちの人がイラストを描いたり行間のなんかストーリーを妄想したりしているだろうっていうので、なるほど、ネットの海にダイブしたりとかっていう楽しみ方をしちゃういいですね。そのあるもんからいろいろちゃんと、うん、横にも縦にも掘っているっていう感じしますね。関連してなんかいろんなものを好きになるはすごくありますね。うん、確かにお酒の話もそんな感じというか、やっぱりそのお酒自体を好きだからじゃなくて、うん、そこに合うシチュエーションとかもきっちりいろいろ凝るような気がしますけど、うん、なんかお酒に関してはもともと母親がめちゃくちゃ飲む人で、はいはいはい、家で昔からなんかそれこそ母親の職場の飲み会ついてくっていう感じで晩ご飯食べてたりだとか、お料理もすごく自分がその好きなものを食べたり作ったりする人だから、はい、今日は宮城のお酒だから、うん、みたいな、むしろ今日はこういうお魚があるからどういうお酒にしようかみたいなのをやる母親だったんです、ね、はいはいはい、あの血が血と環境がだからそういう意味じゃサラブレッドというか、はいそ, うはい、そういうことですよね形には、はい、でもやっぱ幸いなんかなかなかそのお酒を前向きに好きですっていうことを公言する人って今でこそ日本酒女子みたいな方いらっしゃいますけど、はい、うん、あんまり少なかったりするから、はい、なんか現場で喜ばれるあ、でもそうかもですね。シンプルに。でも確かに日本酒飲んでくれる女性っていうだけで、はい、めっちゃじゃあこれどうとか一緒にね飲もうよっていうこと、はい、あれシェアしやすい飲み物ですしね日本酒。あ、まあそうですね、はい、この4号瓶とかできたらね、うん、そうでなんかこう何がしかの現場でそれこそまあそのご時世になる前とかだったりすると、はい、こう打ち上げみたいな形であった時に、はい、や一緒に飲んでくれると嬉しいから2号頼んじゃおうねみたいななるほど、なんか単純に話のきっかけになりやすいのもわかります、なんか嬉しいなっていうのは感じます、うんうんうん、あ、そうなんだ、うん、いやでもやっぱいやだからその当てとかにもこだわりありそうな気がして、はい、そう、なんかでも極端で、はい、そのものすごくこだわるときは完璧主義でやりたくなっちゃう。なるほど。そのもうこれも用意するのはまあこれもでしょうとかやるんですけど、うん、ものすごくやりたくない気力がないみたいなときもあるんで、はいはいはい、本当にそういうときはキュウリもう切らなくていいかあれボリ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 トマトを塩かみたいな、なんかそういうなんかシンプルにいくときもあったりしますけど、うん、でもやっぱなんか飲むシチュエーションは好きですね。本当にでもそう聞いててそう思いますよ、うん、はい本当に、はい、シチュエーション難しいです。僕もまあお酒弱いんですけど、はい、好きではあるんですけど、うん、なんか今住んでる家で、はい、なんか一人で2杯ぐらい、うんうんうん、ウイスキーの水割り飲んでる自分が好きみたいな、自分が好きな感じなんですよいやでもね今聞いててすごいそれいいなってなりましたけどね、はい、ね、何なんでしょうね、仕事終わってそうなんですよ、はい、瓶、はい、なんか小学生だった時の自分がなんかちょっと憧れてたものというか、はい、なんかそういう
感じがするんですね、ちょっとお酒。わかります、うん、なんとなく。なんかあのかっこよさというか、うん、なんか僕そんなにビール党ではないんですけど、うん、やっぱり昔それこそグレーの拓郎さんが言ってた、はい、なんか、冷蔵庫全部バドワイザーで埋めたみたいななんかそういうのってちょっとやっぱ思い出としてあるというか、うん、憧れでありましたよね、はい、なんかね、聞いた自分が好きだったものになんかちょっとずつ関わってるみたいなね、うん、はい、そうですよね。角本さんって、はい、子供の頃ってどういうお子さんだったんですか、うん、どういうお子さんだったんだろうないや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 、でも、はい